井上愛は、香川県高松市出身の元バスケットボール選手である。ニックネームは、ジュリ。ポジションはフォワード。現役時代は、W リーグの新潟アルビレックス BB ラビッツ所属。高松市立亀岡小学校から、高松市立俊中学校に進み、香川県選抜に選出されて2004年のジュニアオールスターに出場。 この時のチームメイトに原田総アイリスの牛田優里と安倍美幸恩がいる。英明高等学校では1年生児よりレギュラーになる2005年全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会より3年生児の2007年第38回全国高等学校バスケットボール選抜友情大会まで連続で全国大会に出場。 最高成績は2006年インターハイから2007年ウィンターカップまでの4期連続ベスト16。かのや体育大学進学後も全日本大学バスケットボール選手権大会出場を経験。大学卒業後の2012年4月、新潟アルビレックス BB ラビッツに入団。背番号は11。9月29日、開幕戦のシャンソン V マジック戦にスターターで W リーグ公式戦初出場。2017から2018シーズン、キャプテンを務める。2018年4月、アジア大会の日本代表候補合宿に参加。2019から20シーズンに再度、新潟の首相を務めた。同シーズン終了後に、現役引退。WJBL オールスターには3度選出されている。ありがとうございます。